どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、イオンカードのポイントであるときめきポイントを ANA マイルに、ね、交換する方法をね、解説やっていきたいと思います。私も最近までですね、ときめきポイントといえばですね、JAL マイルっていうイメージだったんですけども、なんとですね、こちらのクレジットカードですね、年会費無料で維持できるイオンスゴかクレジットカードをね、発行するだけで ANA マイルにね、交換できるルートがありましたので、解説ね、やっていきたいと思います。まあもちろんね、こちらのイオンスゴかのクレジットカードだけね、保有しても交換することができますし、それにね、何枚か足すことによって交換率をね、上げるっていうこともできますので、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。私の動画でですね、いろんなポイント交換ルートをまとめているわけなんですけども、まあ、今回の動画ではポイント自体にですね、焦点を当てて詳しくね、解説していきたいなと思っておりますんで、好評だったらですね、他のポイントでもやっていきたいと思いますんで、ぜひね、コメントね、いただければなというふうに思います。それではですね、まずときめきポイントについてなんですけども、一部を除くイオン系列のクレジットカード決済で貯まるポイントっていう風になっているんですけども、ポイント交換ルートについてはですね、こちら公式サイトの画像なんですけども、 JAL マイルのね、表示はありますけども、 ANA マイルにね、ないということで、 ANA マイルにね、交換できるって思っている方もね、少ないのかなっていう風に思います。またね、正確にはですね、できることはできるんだけども、レートが悪いっていう風にね、思っている方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、イオンスゴカっていうね、イオンカードと JR の鉄道ですね、関東で言えばスイカっていう感じですよね、まあ、こちらと一緒になっているクレジットカードなんですけども、こちらを保有することによってときめきポイントから JR キューポンにですね、交換することができるわけなんですよね、まあ、そこから ANA マイルにね、交換していくっていう形になります。まずね、ルートは3つほどありまして、 JR キューポに交換してから T ポイント経由で ANA マイル、 JQ セゾンルートで ANA マイル、 JQ みずほルートで ANA マイルということで、3つのね、ルートがあるわけなんですよね。まずね、 T ポイント経由を利用した ANA マイルからね、解説していきたいと思うんですけども、まずときめきポイントから JR キューポに交換してT ポイントに交換していただいた後に ANA マイルっていう風になります。こちらの交換日数に関しては14日ということになっておりまして、交換率は 50%、 交換回数は3回っていう風になっております。必要なクレジットカードはですね、イオンスゴかクレジットカードのみということで、1枚のね、クレジットカードで交換できるっていうメリットはあるわけなんですけども、交換率がですね、 50% っていう風になってしまいますので、このルートをね、おすすめっていうのはですね、クレジットカードを増やしたくない方っていう感じになりますかね。ちょっと 50% ということで、ちょっともったいないですよね。ですので、ポイント交換ルートは少し下がってもいいから、クレジットカードをね、増やしたくないっていう方は、このルートがね、おすすめっていう風になります。次にですね、ときめきポイントから JR キューポ、永久不滅ポイントから ANA マイルっていうね、ルートですね、通称 JQ みずほルートって呼ばれているルートになります。こちらは交換日数が3週間半、交換率は 70% ということで、交換回数は3回、必要クレジットカードはイオンスゴか JQ カードセゾンみずほマイレージ ANA クレジットカードということで、3枚のね、クレジットカードが必要っていう風になります。またね、交換完了までね、約3週間半から1ヶ月ぐらいね、かかるわけなんですけども、まあ、交換率がですね、一気に 70% まで上がりますので、かなり高いですよね。必要なクレジットカードについてはですね、この3枚、イオンスゴカと JQ カード製造みずほマイレージ ANA クレジットカードということで、まあ、3枚必要なわけなんですけども、イオンスゴカクレジットカードとみずほマイレージ ANA クレジットカード、この2つに関しては年会費がね、もともと無料っていう風になっておりますんで、まあ、こちらはいいかなという風に思うんですけども、 JQ カードセゾン、このクレジットカードだけは初年度はですね、年会費無料なわけなんですけども、2年目以降はですね、年間1回のね、利用が必要という風になりますんで、この点だけはですね、
覚えておくようにしてください。ですけども、まあ条件があるわけですけども、年会費無料でね維持できるということで、無料でね利用できるルートっていう風になっております。次にですね、ときめきポイントから JR キューポ、永久不滅ポイントからドットマネー、東急ポイント、 ANA マイルということで、まあこちらね一番長いルートという風になるわけなんですけども、交換率は 67.5%、 交換日数は約1ヶ月半ということで、交換回数はね5回っていう風になります。必要なクレジットカードはイオンスゴカクレジットカード、 JQ カードセゾン、ANA 東急ポイント、クラブ級クレジットカードということで、3枚のねクレジットカードが必要なわけなんですけども、こちらに関してはですね一応ね紹介はさせていただいたんですけども、交換回数がですね5回ということでかなり多いですよね。また交換率はですね 67.5% ということで、先ほど紹介させていただいたね JQ みずほルートで交換したねルートの方がですね、交換回数も少ないですし交換率も高いということですので、一応紹介させていただきましたけども、まあおすすめではないかなっていう感じですかね。かなりねポイント交換完了までですね時間がかかるっていうのもありますので、一応ねこういうルートもあるよっていうことだけね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。それでは最後にですねポイント交換ルートをまとめさせていただいたんですけども、これにバンって載せておきますね。まあこんな感じでときめきポイントからANA マイルまで交換することができますので、ぜひね参考にしていただけたらなっていうふうに思います。すぐにね覚えられるっていうのはねちょっと難しいかなと思いますんで、あれどうだったかなみたいな時にねまたこの動画見ていただいたりですね、スクリーンショット撮っていただいたりねしていただければなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はイオンのねクレジットカードで貯まるときめきポイントからANA マイルに交換する方法をね解説させていただきましたけども、交換率がね 70% ということで、 ANA マイルね貯めている方であれば結構ね選択肢に入ってくるのではないのかなっていうふうに思います。またねイオン系列でねよく買い物される方はですね、もし ANA マイルね貯められたいっていう方はですね、ぜひねこちらのルート利用してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボム、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。